じゃあ、はい、次の質問、まあじゃあ俺が読むわ。はい、読んでください。ラジオネーム、パンツ食い込む .com さん、うん。あ、ちょっと面白い。うん。ね、その .com のコムを食い込むのコムにも同じ感じにしていただいて。はいはいはい、うん。COM にしてくれててんだよね。してくれてありがとうございますと。はい。で、中身が。はい。玉井さん、奥村さん、いつも勉強がはかどるラジオを流していただきありがとうございます。集中して聞かせていただいております。まあ、うん、作業用 BGM とか、勉強はかどってるんでしょうね。うん。確かに確かに。うん、集中して聞かせていただいております。よかったです。よかったです。お二人に質問なんですが、時間の活用の仕方をどうされてるか聞きたいです。僕は勉強していても、うん、いつの間にかこんな時間やんと思うことが多々あり、情けなさに泣きたくなる時がありますと。勉強を進めているつもりでも振り返ると、あれあんま進んでねえなと思うことが多いです。そのため時間をどのように管理されているか教えてください。うん、しょうもない質問だと思ったら、うん、まあコーヒーでも飲みながら鼻で笑っていただければ幸いですと。なんかフォローも入れていただいて。そういう。なるほど。そういう質問です。じゃあちょっと、コーヒードリップするところから始めましょうか。いや、しょうもない質問やと思ったんかい。っていうのは冗談でですね。はい。うん。ああ、なるほどね。うん、でもたまに、うん、たまに質問されるな。うん、実際のコンサル生とかに、その、もっと実効率いい時間の使い方というか、うん、無駄にしてる、いらん時間多い気してみたいなとか、もっと密度濃くとか、そういうのはいただくけどね、たまに、うん。なんか玉井さんはあるんですか？時間管理術。まあでもどうやろう、なんか、その、一般的な、こう、時間管理術とか、仕事効率化みたいなのに、そもそも俺あんまり興味ないかな、っていうのは一つあって。僕もです。で、まあ、そうなんや。まあ、やと思ったけど。でもまあ、それっていうのが何かその、なんていうかな、こう、作業効率上げるために必要やなっていうタイミングっていうのは絶対あるとは思うよね。生きてたら、それこそ何か勉強に集中する期間とかさ、うん、っていうのもそうやと思うけど、うん、まあ、まあ、そういう本とかを読むのがいいかなと、別にほんまにね、うん、読んだらいいかなっていうのはあるし、うん、そこで書いてそうな内容を言っても、あんまりはみらじらしくはないなっていうのがあるんで。確かにそれは、うん、時間活用法のね、本は読んでもらったらわかることですね。そうそうそう。だからなんかその辺を、だからそもそも再定義するみたいなところの話とかができたらちょうどいいんやろうなと思うんですけど。メタで見てくるね。メタ認知してくる、ね。メタで。はみらじらしいやろ、うん、うん。玉井らしいね。うん。玉井らしい、ね。うん。まあでもそもそもあれちゃう、その、うん。なんか、進んでないなって思うことが多いですとか、いつの間にかこんな時間やんって思うことがめっちゃありますみたいなさ。うんうんうん、泣きたくなる時ありましたけどさ。うん、悪くない、うん、毎日。我々は。毎日。毎日ですよ。な、うん、やったら。まずそこよね。前提って。確かに確かに。我々がね、うん、そんな、常に、ああ、この時間完全やったな、うん、これ完璧に効率よかったな、とかっていうふうに思ってないっていうね。うん、うん、ないないない、そんなのって。うん。客観的に見て、ものすごく時間の管理ができていて、隙間なく、間髪入れずにいろんなことをやって、うん、その、一日のなんか密度というかさ、濃度の高い、こう毎日送ってるみたいな、ような人も、その人の主観の中では、あ、同じなのよね、絶対に。うんうん、うわ、もうこんな時間やけとか、うん、全然進んでないやん、もう人生終わったわ、とか、うん、っていうような体感なのよ、うん、と思うよね、うん。どこまで行ってもさ、うんうん。めちゃくちゃもうスピードで全部終わったな、とか、ないよね、あんまりない。あんまりないよね。うん、だから、その前提としてそれをなんか、なんていうかな、そこをネガティブに捉える必要はないかな、っていうのは。ああ、まあね。だってこんな時間やとか、進んでないなとかっていうのって結局何と比べて進んでないとか、何と比べてこんな時間かって言ったら理想と比べてないからさ。うん、うん。うん。言葉遊びみたいけど、理想の対義語が現実であってっていうさ。うん、うん。理想と比べたらそれは進まへんやろっていう。うん、うん。現実は。うん。うん。だからなんか理想と比べたら絶対に進まへんし、うんうん、時間経つの早いやんっていう。うん、うん、うん。うん、うん。だから、それはもうこんな時間やんとか、もうこんだけ全然進んでないやん、めっちゃ時間経ったやんとかっていうのは多分死ぬまで思い続けるもんやでっていう、うんうん、風に捉えた方が楽かなっていう。確かにね、なんか、情けなさい、泣きたくなる時がありますってね、書いてくれてますけど、そこまで凹む必要なく、う
ないでっていうね、うん、ないですよ、うん、で あんまり悩まんでいいねっていう感じかな、うんうん、そこで逆に悩むことによるデメリットとかさ、悩むことによってより進まなくなるみたいなね、そう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 、悩むことによって感情的になってより焦ることによってより IQ 下がって抽象度下がって、うん、集中よりなんか選択と行動間違えてそう抽象できなくなって、うん、セルフイメージ下げるようになってみたいな、うん、でせっかくコツコツ続けてた習慣みたいなのっていうのが崩れていって、うん、うわーもう俺ってあかんわみたいになっていくみたいなデメリットの方が、でそんなこと考えてたらまた5時間ぐらい経っててうわまたっていうその悪循環の方が断ち切りたい、じゃあもうセルフイメージ最近下がってるからセルフイメージ高めるような自己啓発本を読むところから始めてとかってなって、あのその無限ループ突入するみたいなのが一番やばいかな。高校時代の受験勉強俺それやってたわ、ずっとやってた俺もずっとそれやってました。受験の参考書勉強するんじゃなくてなんか受験ジャンルの中での自己啓発系のやつあるやん。そうそうそう、受験勉強、うん、勉強方法とかそういうのよう読んでたわ。受験勉強のモチベーション高める方法とかうん、であの時何が悪かったかっていうと、その1時間勉強するって決めた時の1時間の密度が悪かったんじゃなくて、別に効率は良くなかったけど、その良くない効率に対して、うんうん、うわーって言ってダメージを負ってそうそうそう死んでることが根本原因やった。そう、そう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 、今思えばね、良くない時もいい時もあるわっていう話で、良くなかったら いい時はなんかああできたできたぐらいで、うん、全然褒めてあげへんくせに、うん、もうちょっと全然進まないからうわーみたいな、うわもうあかん最悪やって過剰に反応して、一日終わった、そう午前中無駄にしたからもう今日は完璧な一日送られへんわ、送られへんからもうここの予定、うん、もうじゃあ意味ないやん、やる意味って意味ない、もうじゃあ明日頑張ろう、お休みみたいなもう過剰に反応してね、そう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 、まずだからそこに対してあんま感情的にならないっていうのが前提としてあるかなっていう、うんうん、確かに、とはなんかちょっとはみ出しらしくめちゃめちゃ抽象的なところからアプローチすると、はい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 、そもそもこう例えば今日一日時間の使い方完璧みたいな、うん、で時間の使い方は完璧やし、その作業効率みたいなのも完璧やし、うん、エネルギッシュやし、うん、その1秒1秒に注ぐ意志量とかっていうのもすごいもう常にマックスみたいなような一日を過ごすぞみたいなさことって、なんか若い時とかって特にやけど思いがち、うん、まあ確かにね、うん、あのそれがまずそのいかにバカげているかってことを多分理解しないといけなくて。え、バカげてるんですかそれ。すごいポジティブ。いかにポジティブなやる気やと思うけどね。うん、むちゃくちゃ経験あるか分かるけど、それもうアホなのよ。絶対無理やねん。うん、それ抗ってる時点で不幸になるのよ。うん、だから、そもそも、うん、その、自分のメンタルとかってさ、例えば波があったりする。あるね。やんか。うん、じゃあなんかそれこそ、人生にも波みたいなもんってあるやろうし、うん、結局、その波ってすごく本質的な、なんていうかな、概念やと思うんやけど、うん、だから何が言いたいかというと、時間にも絶対に波っていうのがあって、はい、それこそそのトマベチのヒデと語る会で喋ったけど、うん、時間と空間って同じでうんぬんみたいな話だと思うんやけど、うん、それを話で言うと、うん、じゃあ、まず空間ってあるやん、うん、空間ってさ、質があるやんか。あるな。エネルギー高い空間、低い空間。そう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 。うん、そうそう、この場なんかエネルギー低いなとかさ、うん、あここってエネルギー高いなとかっていうことってあって、うん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 、要はそうやって空間の質やん、うん、空間の質っていうのをでもそういったなんかアンテナ立てることによって識別できるようになっていくわけやん、うん、でそれってすごく大事なことやと思うね。まあ便利やん、まあそうね、なことやん、そうね、うん、だからなんかじゃあ質の高いところにおったら、なんか例えばちょっといいホテル泊まったとかさ、うんうんうん、なんか自然溢れるとこ行ったとか分かりやすいと思うけど、エネルギー高いみたいな、うんうんうん。そうするとなんか自分にとっていい刺激くれるとかなんか、うん、もらえたとかさ、なんかそういうじゃん、うんうん、そういうシナジーが起こる場所、起こせる人たちが集まるところに行ったとか、うん。確かにポジティブな奴らが集まってるところとかね、やる気に満ち溢れててとか。そうそうそう。うんうん、でそういう、それってまあなんか質の高い空間やと思うんやけど、うんうんうん、一旦思ってくれたらいいと思うけど、うん、そういうところに例えば行ったりすると、うん、なんか、あ、充電されたな、明日から頑張ろうとか、うんうんうん、っていう風に、こう、質の高い空間におったことっていうのが原因で、うん、精神の、うん、まあ、質じゃないけど、うん、みたいなものも高まるわけやんか。うんうんうん、やし、結果、そんな人の集まりのところに行った次の日とかになんかええこと起きるなとかさ、うん、なんか前向きになることによって、いい決断、いい判断できたなとかさ、うん、って経験あると思うね。うん、
で、そういうのをやっぱ識別していくことによって、うん、エネルギー高い、低い、場の空間の質みたいな、うんうんうん、っていうのを識別力みたいなのを高めていかないきたい。はいはいはい。逆に言ったら、例えば質の低い空間におったら、うん、なんか、例えばお酒の場とか分かりやすいけど、うんうんうん、だからそこで、そこの場のエネルギーがすごい低いから、うん、なんか誰かにいらんこと言うてもうたとかさ、うんうんうん、で、それがなんか、後々、結果巡り巡ってなんか問題起きてもうたとかさ、うんうん、別にその場で喧嘩するとかさ、うん、別にそんな表面、分かりやすい問題がその場で起きなかったけど、なんかその次の日ドッと疲れて何日かすごいエネルギー低かったとかさ、うんうんみたいなことってあるやんか。あるね。うん、それって結局だから、高いので言ったら、うん、質の高いことによって、その前言ったら、なんか、こう、位置エネルギーが高いというかさ、うん、これ解釈やけど、うん、それを何らか受け取って、うん、で、何か、その、精神的な波長みたいなのっていうのが良くなるみたいなイメージしてもらっていいと思うけど、うん、まあ、エネルギーを受け取って、そのエネルギーで何か頑張ろうと思えた、いいこと起きた、うん、あいい判断、意思決定できましたとか、うん、逆に低かったら、その分エネルギーっていうのが、こっちも同調しちゃって、ナビで言うならば、うん、同調しちゃって、うん、その結果、なんか後々良くないことが起きたとか、うん、その時になんかいらん言動してもうた、喧嘩したみたいなことが起きるみたいなのと同じで、うんうん、その空間の質、空間の波っていうのにやっぱり僕らって同調するやん。そうね。そうね。うん、と、同じで。同じなんですね。それでやっと、トワベチの話に戻るんやけど、うん、トワベチの回ってなんか時間と空間は同じですよみたいな、うん、時間の概念の話した時に言ったと思うんやけど、うんうん、で、考えたら、時間にも質があるよねってことになるやんか。うん、そうね。それが同じやん。これはもうこれは俺がずっと喋ってる、これも解釈の話やで。うん、質というものがありま、科学的にありまして、云々の話じゃなくて、うん、で解釈するとっていう話ね。うん、ちょっとその、一旦受け入れてほしい。その話ね、まだ聞いたことないってことは、この前回、前々回あたりのね、トマベチの回があるんでね。そうそうそう。時間と空間、うん、同じような、同じでっていう、そういう解釈があって、うん、みたいな、便利だよ、みたいな回があるんで、そうん。聞いてもらって。そうそうそう。まあ、それ聞いてると前提で。前提で言うと、うん、時間にもじゃあ質があるんかなっていう。うんうんうん。ことになるわけっていう解釈の視点が生まれるね。じゃあなってくると、うん、なってくるやんかってなると、じゃあ空間の質の高い低いみたいなものっていうのを識別できる人っていうのは日々の、生活の中で、うん、空間からエネルギーを受け取ることができる人、うん、言ったらそうねとか、うん、まあ変に低いところとかっていうのに行かないっていう心がけというかさ、ちゃんとそれ回避できる、うんうんうん、からまあ言ったら便利やし、うん、すごくその、ちゃんと活用できてるやん。その空間の質の識別能力みたいなのっていうのを日々の生活に。うん、と同じように、うん、時間の質っていうのを受け入れたときに、うん、その時間の質っていうのを識別できるようになれば、うん、その言ってる時間の使い方とか、うん、時間の効率みたいなものっていうのもすごく良くなるわけで、結果。うんうんうん、だから、むちゃくちゃ抽象的なとか言ったけど、うん、時間の質を識別できるようになるっていうのが根本的な解決策だと思うね。はい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 。うん、すげえむずいけど。うん。